皆さんこんにちは、ジャワです。このチャンネルはブランドバッグ使い放題のサービスを行っている私たちラクサスが実際にバッグを使ってサイズ感などをご紹介するチャンネルです。今回はバレンシアガのミニシティのご紹介です。バレンシアガの中でも圧倒的な人気のバッグになっています。ミニシティはワンカラーのものだったり、あとこんな感じで柄付きのものなどたくさんの種類があるんですけど、今回は個性的なデザインを選んでみました。でこの他にもまだまだ派手なバッグとかもございますので、気になった方は概要欄から無料アプリをダウンロードしてチェックしてみてください。それでは早速ご紹介していきます。まずこのシティシリーズについて知らない方も多いかと思うので簡単に説明すると、このバレンシアガのシティは2001年の発売以来、瞬く間にファッション雑誌の編集者の間で話題となりました。エディターズバッグという定義が生まれたのはこの頃で、書類やノートパソコンなど普段荷物が多い編集者の必須アイテムとして名が知れ渡りました。エディターズバッグは機能性だけでなくデザインもシンプルさの中に遊び心が生きています。エディターズバッグの元祖でもあるシティは四角いフォルムで安定感があって横長スタイルなので、物の出し入れもしやすくなっています。中のものを出しやすいところからすごく実用的なアイテムになっています。こうエディターズバッグと言いながらも、今回ご用意したのはこのミニサイズなんですけど、こちらのミニサイズもこの物の出し入れのしやすさとかは変わらないと思います。それではバッグの詳細についてご紹介していきたいと思います。こちらのサイズが幅 24cm、 高さ 15cm でマチが 7cm です。まあ、こう結構コンパクトなんですけど、容量的には結構入りそうな感じがします。ちょっと後で物入れてみますね。こちら素材はカーフスキンが使用されています。で今回ご用意したのは柄がブラックですね。結構カラフルな柄のものとかもあるので、そちらもぜひ見てみてください。手書きのようなデザインで、すごいデザイナーさんのこだわりがすごく詰まっている感じがします。ストラップがついているので、ハンドバッグとしてでもショルダーバッグでも使用できます。このバッグに合うコーデなんですけど、なんかちょっと個性を出したいけどまだ服とかに取り入れるのは難しいかなって思う方とかでも、こういうバッグを持つだけでちょっといつもと違う自分に出会えるかなと思います。まあ、全体的にはこうカジュアルな印象があるので、ライダースだったりとかジャケットとかに合わせていただくといいかなと思います。ちょっとさっき写真を見たんですけど、黒のライダースに合わせてる方がいて、すごくかっこよく決まっていました。なのでこう皆さんもぜひコーデに取り入れてみてください。それでは中に物を入れていこうと思います。はい、中に入れるとこんな感じです。まあ、こう全部小物とはいえ結構な数を入れてみたんですけど、こうすっぽりと入っちゃいました。結構なんかこれだけあれば全然お出かけできそうなくらいのサイズ感ですね。いかがだったでしょうか。この他にもラクサスでは60ブランド4万種類のバッグを取り揃えていますので、いろんなブランドバッグを使ってみたいとか買う前にお試ししてみたいなって方は、ぜひ概要欄から無料アプリをダウンロードしてチェックしてみてください。もしこの動画が良かったと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。